お元気ですか？うん、もう卵持ってないようですね。よし、まずこう見てみると 1,2,3,4,5,6,7 よし、産んでますね。こちらはちょっと確認してみましょう。取ろうと思いましたが、この中へもう入れておきます。その代わりこれは関係なかったと思うんだけどな、これをブチちゃんのところに入れます。ブチちゃん、しで、これもそのまま向こうへ移動しましょう。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 いっぱい25、26、27、28、29、30、31、32、33、34ぐらいかな。キーちゃん、皆さんお元気ですか？朝はこの子もこの子も持ってましたよね。ということはもうみんな見つけたのかな、みんな見つけたのかな。こちらを見てみます。1個2個3個この子怒れそうかな、これどうしようかな。よし、保留。ちょっとこれも全部調べましょう。これ、あ、固定層は全部手で取ることにしましょうね。よし、こちらは2個でありました。もう一つのちっちゃい固定層をチェックします。こちらは5個でありました。次、昨日購入した固定層チェックします。はい、こちらは18でした。ここ掃除してあげる。よし、水が出てきたね。こちらもね、よし、 OK。 こちら14個でございました。お元気ですか？実は本日6時半ごろこの水槽を確認すると、ほとんどの子が卵を抱いていたんです。オスがいないんじゃねえかと思うくらいみんな卵を抱いてました。オスは3食ぶち、あの子と3匹ぐらいという気がします。あとは全てメス、ほとんどハーレム状態ですね。羨ましいな。あれ、三色ブチ、あ、中に入っております。あ、中に入っておりますね。それではまずはこの子から。お、うお、すごい、いっぱいであります、いっぱいであります。これはもうこちらですね、こちらの水槽に移します。よし、あ、そうだ、こちらがブチコブチを、あ、違う、ブチコブチをこちらちょっと分けていきましょう、変えていきましょう。すごい数でしたね。はい、次固定層、なんかちょっと枯れかけてる感じがしますね。困ったね。きっといっぱいついてるので
手取りしましょう。まず手取りします。20個。さすがホテイソウ、恐るべし。さあ、キノコのここにいっぱいついてたけど今日はどうかな。ちょっとチェックします。今日はこちらのなし。昨日は午前だったんでしょうね。それではこちら確認いたしましょう。まずは1個2個3個、少ないので手取り1、2、3、4、5、6、7個ぐらいですね、確認できるのは。じゃあ実際取ってみましょう。13個でございました。さあ、お手数いきます。はい、お手数いきます。即座には分かんないけど確認してみます。5つでございました。次ちっちゃいのいきます。いつもないんだよな。で、2つともありませんでした。卵も抱いてる子もういないよね、この時間だとね。はい、こちら元気であります。ブチコの卵、やっぱり手取りすることにしました。確かに何匹かいるけどわからない。ここなんだ、たくさんいます。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、この一角だけで12匹おります。この水道水のケース1匹いるんですが、開けていく必要もないか。この子はこの中にいるから少しが元気がないのかなと思っちゃいます。よって、そのような大義名分で大きなところに放ちます。今餌をすりつぶしてやってみましたが、食べることは食べているような気がしました。ただし餌が残ったらどうするのという話ですね。問題はやっぱりミジンコかな。岩だったんですよ。岩だったやつをこっち層を潰して、東層を潰して
ちょうどこの字にこういろいろ囲っちゃったもんですから、前サス入れて、中に入れちゃったんです。ああ、これはそのままテーブルなんだ。テーブル。すごい。上からちょうどこのグランパラから見ると一番綺麗に見える。2階ぐらいあ、そこにポンプありますでしょ、はい、あれであれが組み上げて、はい、でここずっと向こう行ってここから帰ってくるんです。ここから家帰ってくるんです。でこういうのでろ過してるんです。このブラシで。このブラシは何ですか。これね、こういうろ過するブラシがあるんですよ。これ1本600円ぐらいするかな。こういう専用のろ過用のブラシがある。このパイプは、このパイプはこれ水道のパイプ自分で作るんです。いや、そうじゃなくて何が中パイプって言って、はい、パイプの中、パイプの中は何も普通の水道 のパイプです。そうじゃなくて、この水とこれと一緒。 そうですね、ぶら下げたるだけですから、こういう四角いただの、はい、はいはい、そういうことね。水道 のジョイントで切ってサイズ、はい、こうやって作るんです、うん、自分で作るんです、うんうん、またこの中は水が通ってるかと思った。それは通ってないです。それは水通ってなくて、結局このブラシをぶら下げたるだけです。この伝って向こう行った水がこっちきれいになって帰ってくる、バクテリアで製菌ろ過ですね、まあ、ほとんど小さいのうちで生まれたやつでいますけど、大きいやつは親ですね。あれが卵になります。この大きさだとミジンコは食べられないの？食べれます。もうぼちぼち食べれます。今は少しずつミジンコ入れてますけど、あそこで湧いたやつはここに持ってきて、そうですね。上品であれば、早速ミジンコをこちらに移植です。とりあえずこれでいいかな。よし、4杯よし、よし、こうミジンコだぞ。ミジンコ分別します。ミジンコとグリーンウォーターを分けます。うわ、ミジンコまだ入ってます。よいしょ、よし、ミジンコをこの中に入れます。どうしたらいいかな、半分よく分かってないし。ミジンコ増えろ、ミジンコ増えろ、よし。さあ、ミジンコこちら入れます。
なおかつ親指で一生懸命親指で潰します。潰します。食べる気配がないような気がする。ほらこの時間だからかな。よし、オッケー。